大丈夫かなと思ったんですけど、しっかりと在来種は生き延びてくれてます。今回僕が来たのは梓川、長野県を流れる河川なんですけれども、岩内ヤマメを狙ってきているんですけれども、その他にも、まあ、今少し話題になっているのかな、ブラウントラウトも生息しているらしいです。まあ何よりこのね、梓川でいいヤマメ、イワナを目指して釣りをしたいと思うんですけれども、まあ何が食ってくるかお楽しみですね。いや、21度あるね。これはちょっと水温高すぎだな。今昼過ぎなんですけれども、今詰めの方がいいかもね。まあでも様子見で魚の反応あるか探っていきます。やっとの思いで入景ポイントを見つけて降りてきたんですけど、比較的ね、人が入ってる気配はないんですよね。ですので意外とイージーなところに行ったりするかもしれない。あら、結構ルアーが吸い込まれる流れだね。これは面白い。ズドーンってね、サスペンダーミノーが吸い込まれる流れが結構ある。まあ言い換えると怖い川ではありますね。ちょっと右岸側に渡っちゃいましょう。この川をね、横切るときは流れに逆らわない、上流に向かわない。送った。お、元気じゃん、元気じゃん。お、これはもしあのブラウントラウトですね。いやー、まあブラウンがね最近多いとは聞いてたんですけども、なかなかのやっぱファイターですよね。この流れの中からブラウンが出てくるなんて、まあアンガラとしてはねすごい嬉しいことです。漁協のホームページを見ると、まあなるべく持って帰ってくださいということなので、まあこの子は連れて帰ることにします。僕は基本的にはキャッチ&イート、これはいいことだと思うんですよ。やっぱり釣れた魚を食べる、まあ、これが本来釣りの基本だと思ってるんですよね。ただ必要以上に持って帰るのはそれは間違っている。ですので、まあ、僕の中で決めているのは、まあ、基本リリースなんだけれども、たまに、まあ家族3人分だけいい魚が釣れたら持って帰ってみんなで食べる。近所隣にねこう配るってことはしないんですけど、もう最低限釣れた魚、例えば、フックがエラーを切ってしまって血を出してしまったり、まあ、明らかにもうリリースできない魚であったり、あとは、まあ、この魚美味しそうだなと思えば僕は全然持って帰って食べるべきだと思います。まあ、この梓川、ブラウントラウトはもう豊富にいるということはもちろん知ってたんですけど、まあこんな最初から食ってくるとは思いませんでした。まあまあまあちょうど食い頃サイズなんで、
いただくとします。ルアーはスカリゴースト、まあね、そんなサスペンド能力を使わず、まあ、軽くツイッチしながら、まあまあサスペンドなんでじっくりとは誘えるんでね、まあ、そんな感じで、ルアーをクロスストリーム横切らしたらもうすぐに反応してくれました。やっぱり派手なルアーがいいのかね。さあさあ目指すは岩名山目、釣りをしていきましょう。これだけ水温が高いとフィーディングゾーンが狭まってると思うんですよね。だから、まあ、イガナを狙う場合こうダウンであまりこうスッて横移動しないような感じで定点でルアーをプレゼンテーションする方が反応がいいような気がします。風が涼しい。こういうヘビーシンキングとゴーストのようなサスペンドを組み合わせて使っていくのが有効です。この場所によってね、しっかりとボトムピンをトレースしながらフラッシングで誘う一線で、少し下水気味の流れの薄いところ、水深のないところですよね、まあ、そんな中にも細かいスポットがある、そういうところにプレゼンテーションする光コースト、そこだ。あー出ない、なるほど了解。そしたらもう少し上流に行ってダウンで攻めてみます。こういう大橋は魚は絶対ストックしてるはずなので丁寧に行きます。あーなんか今出てきた、今のヤマメっぽいな、ちょっと小さかったけど見に来たね。ここから上流はまた水深が浅くなるんだって。しっかりこう丸くゴースト、ここは一線では攻めたんですけどゴーストでは攻めてないので、少しじっくり見せるようなアプローチで、まあ、サスペンドを利用して移動距離の短いリトリーブですね。ここはクマ、クマいたら教えてね、俺の後ろに。ちょっと違う場所も見に行きますか。今3時15分なんで、一回戻って、うん、そうしよう。はい、あずさ川の支流なんですけれども長尾にやってきました。ここもね、ヤマメイワナ釣れる川だそうなんですけど、まあいわゆる里川的なこう雰囲気ですね、まあ、ちょっと魚の反応を見てみましょう。
アマゴ綺麗だね。朱色の斑点入ってるね。ほらちょっと小さい、かわいいサイズだけど嬉しいね。はい、リーチしますね。ありがとう。よし、嬉しいね。なかなか釣れるってことはサイズじゃないよ。大きいの釣れたらもっと嬉しいけど。あー夕日が綺麗。夕日、夕方の空が綺麗だね。上がりましょう。はい、今日のところはこの辺にしておいてやりましょう。まあ昨日やった感じだと、まあ、水色はまあ僕から見るとちょっと濁ってるのかな。まあ青い流れは流れなんですけども、それにしても少しこう白濁してるかなと思って、まあ、釣りをしてみてもブラウンが結構多いんですよね。まあ、反応してくる魚もおそらくブラウンだろうなっていうのが多かった。で水温もね20度を超してる状態だったので支流に移動したんですけれども、まあ、その中でも中はこの川が比較的水温も低めといっても18度ありますけどね。で少し釣りをしてみたら魚の反応があったということで、今日はこの那川の、上流の方に移動してきました。まあね、在来種を求めて移動してるんですけれども、まあ、このエリアで出会えるといいですね。それでは今日も釣りを始めてみたいと思います。川の規模的にはね、やっぱ下水で水深が浅いので、スカリゴースこれで攻めてみたいと思います。どんどん行こう。出てこないか。まあ渓流の釣りはフライフィッシング、餌釣り、点からしてるわ。いろいろありますけれども、ルアーフィッシングの最大のメリットというのはこの遠くから正確なキャスティングができてルアーをコントロールできる、まあ、その利点を最大限に生かして釣りをしていくことが大切です。まあ、ルアーがね一番遠くから正確にアプローチできる。いかにもってとこにいないね。今園庭の下はいたけど、食った。ブルックかと思ったけど、イワナですね。じゃあリリースします。はい、ありがとう。いやたくましく生き延びてくれてますね。
まあ本流でブラウンがね食ってくるんで大丈夫かなと思ったんですけど、しっかりと在来種は生き延びてくれてます。また出てきたけど意外と食いしぶってるな。何だろう。ああ見に来た、見に来た、いたいたいた、いますよね。見に来たけどな。裏のカラー変えてみましょう。なんかいまいち食い切らない。より地味なカラーに。ピーコック系のカラーですね。うわいるな、また出てきた。マジか。今のはちょっと大きかったのか。違う個体だね。おそらくイワナですね。ふぅ、難しい。那珂川の上流で、まあ、イワナが釣れて、さあさあ、じゃあもう一回あずさ川どうかなと思って合流から少し下流の方ですね、入ってきました。なんかヤマメが好きそうな背があるんで攻めてみたいと思います。ルアーはどうかな。これなんで T の2って書いてある。なんだ、なんか特殊仕様だろう。まあいいや、やってみよう。おお、 T2 でデンデンデデン、やばいなこいつ。やられーれー、はいはい、スカリゴースト何センチだっけ。50だよね、書いてないんだよね。はい、すいませんでした。はい、ルアーはスカリゴースト50、これで攻めてみたいと思います。ゆっくりね、ゆっくり転ばないようにね。 OK、 いきます。まあこのエリアもイワナいると思うんですよね。水量があるんで少しいいサイズも残っててくれるといいんですけど。この上流にね、堰堤が見えた、堰堤が見えたんで、その堰堤ぐらいまで行きたいですね。とってもルアーチックな反応なし。一線に変えてみようかな。アップストリームには一線の方が強い気がする。ブラッシング強くてこうアップで攻める際にこうアピール力結構高いですよね。一線の方が水深もそこそこあるので、少しこうボトムを意識したような釣りでやっぱり一線使いやすいですね。37ディープでもいいんですけど、まあそこまでなんていうかな、攻め込まなくてもいいかなとは思うんですが、
一線四号いきます。いや暑くなってきたな。ちょっとこういかにもルアーフィッシングっていう感じでアップストリームの釣りをしていきましょう。なんだ。よいしょ。お。お。お。アマゴか。ほんのかすかに朱色の点が見えますね。アマゴですね。かわいいね。ありがとう。まあかわいいサイズですけど、在来種のアマゴがこの炎天下に陽気に出てきてくれましたね。ちょっとね魚薄い感じだけれども、まあしっかりと食ってきてくれましたね。まあとにかくこうちょっとね外来種が増えてるような話なんですけども、確かにいるんですけど、しっかりと外来種も食ってきてくれる、そんな梓川ですね。絶対いると思うけどな。移動しましょう。2日目、いよいよこれで最後だと思うんですけれども、再び梓川の上流部やってきました。見ているとね、昨日より水色が良くなっている。ただ白濁しているグリーンとかブルーですかね、まあ、そんな水色は変わりありません。今日は、まあ、昨日よりもさらに上流まで上がっていきたいと思います。よし、行こう。イワナだね。いたね、本流上流部にも。これは紛れもないイワナだね。たくましいね。元気で生きてくれよ。お、小さいですけどね、そういう問題じゃないね。いたね。結構ね、性質が白いっていうんですか、白濁してるので、おそらくこう視認性は低いと思うんですよ。今ダウンクロスで、まあ、しっかり見せるような形で、一線ですね、一線 45S、 このルアーを、まあ、少し沈めるイメージですよね。深いところを
トレースするようなイメージで引いてきて食ってきました。さあもう少し大きいのね出てきてくれると嬉しいですけどね。さらに上に登っていきたいと思います。昨日はね、ここまでしか来なかったんですよね。あそこのコーナーは曲がらずに終わったんで、今日はあのコーナー曲がって上がっていく、どんな景色が待ってるのか、こういうのね、ワクワクしますよね。案内してもらってると、もう説明されるので、そういうワクワク感ないんですけども、やっぱり知らないポイントに初めて来て、で自分でこう上がっていくと、そういうワクワク感がより一層膨らむので、案内してもらうのはあんまり好きじゃないっていうのはそういうところもあるんですよね。ワクワクを取っておきたい。釣れないかもしれない。よし楽しみだね。行ってみよう。どれ、あまああえてしてがっかりしたりもするんだけど、いやー大自然が広がってるかと思ったらやっぱまだまだ護岸が見えるね。ライキリ43です。このルアーはまあバイブレーションプラグなんですけれども、非常によくダートするバイブレーション、ダートでスイッチを入れてバイブレーションで食わせる。沈めてポンポン、もうほんとこれでダートしてます。今のはいいアプローチできたと思うけどな。しっかり50ディープよいしょ。しっかりとこうボトムをほじくるぐらいのイメージで、出てこないね。ダメだ、何にも出てこない。あ、来た。ちっちゃいのが出てきた。こんな。ああ、疲れた。
おお、いい岩だ。やったね。いい岩だよ。いるんだね。たくましいね。この高水温の中。いい魚だね。このヒレ見て。胸びれの色。見ればどうですか。うわ、来てるね。すごいね、これ映ってるかな、このヒレの白いの。かっこいい。30センチは軽くしてるね。いやー、最高の出会いですね。初めてのこの安土佐川に来て、いやー、こんないい岩の捉えるとは。まあ縁も竹縄ですが、この辺でリリースしましょう。それでは、あー、名残惜しいけど元気でな、たくましく生きろよ。あ、懐いた。自分で泳ぎ出すまでね、しっかり待っててあげて。よし。ああ、楽しい。そうね、あずさが本当昔からやりたくてと思いながらもなかなかこうできなかったんですが、今回ね、やっとしっかりと攻めることができて、まあ支流に入ったりいろいろ見てきましたけれども、やっぱりいいサイズはそれなりの水量のある安土佐川の上流エリア、まあ、このエリアなのかなと思ってはいたんですよね。まあ最初ブラウントラウトが出たので、やっぱブラウンがかなり侵食してるのかなと思ってたんですけれども、いやいや何を、しっかりとあのサイズのイワナが、この流れで息づいてる、それを確認できたのがね、本当良かった。ブラウントラウトには何の罪もない、人間の勝手でこう持ってこられて、で、まあ、それをこう排除しようという考えの人もいるでしょうけども、僕はごめんなさい、それはそうは思いません。生き物に命がない、人間の勝手、まあ、そんな中たくましく生きるブラウンにも出会い、そして在来のアマゴ、そしてイワナ、特に今のサイズ確認できて出会えて本当に来てよかったです。いやー、ありがとうございました。結局はさ、ブラウン1匹しか釣れてないね。うん、ねえ、ねえ、いなくはないけど、在来も頑張っている。